どうも皆さん、おはようございます。今メイクしてます。メイク中。よいしょ。何分までだ。まで。はい。皆さんおはようございます。今メイクをしております。そう、今日はお話し会です。メイク珍しいなって。そう、メイク見せる。後ほどお話しできる方が目の前でメイクしているのが不思議な感覚だって。確かに。今日はお話し会でございます。そうですね、今日もめっちゃ天気良さそう。今はファンデーションとコンシーラーしました。顔に、顔面にね。で、この白い粉をやります。やりますせー、やりますせー。はい、やりますせーできました。それ何にしようかな。印象変わるね。だってメイク、チーク、皆さん星カウントよろしくお願いしますね。今日はちょっとゲリラでね、配信できる場所があれば、はい、したいんですけど、って感じです。できる場所がありますようにっていうのと、話し会終わって家に着いてもやりたいです。時間分かったらまた言います。握手会の途中でゲリラでやるときは多分ゲリラなんで、そう、今細いんです眉毛。夏だから細眉にハマってて、そう、そう、
と細いのにハマってます。うん、髪の目つけない派ですか？そうなの、私だって髪の目つけるとさ、前髪に跡つくじゃないですか。それはね、めっちゃなんかストレスだからあんまつけないんだよね、本当は。うん、これで顔を小さくします。そう、こうやって粉でさ、こうやって鼻触るとさ、めっちゃくすぐったいからいつもくしゃみ出る。だからどんぐらいつけていいのかわかんなくてさ、めっちゃゴリゴリにさつけるんですけど、いつもほぼ約音楽番組とかでやるとメイクさんにこうやってなじませられる。濃いって。稲田さんもメイクしてただって。白い粉の影響か。違う違う。茶色い粉。メイクしてるメンバー多い。確かに今日はね、お話し会なので。眉毛できた、うん、星集めてたけどみんなメイク中だって。そう、あラムー、これでいいかな。2週終わりですだって。お、サンキュー。うん、いっか、これ。あ、ちょっと、はい、できました。鏡変えたのって、鏡ね、いろんなの持ってんだよね。うん、お代理のアランモンの使い分けが明らかになってきました。え、使い分けてないよ。なんかでき、なんか音がね、なんかわかんない、使い分けてないんだけど、なんか2種類あんだよね、アラーム、私のアラーム。使い分けてないんだけど2種類あります。
寝巻きじゃないこれ。でもお母さんにもさパジャマって言われてさ、ちょっと悩んでる。そう、これは結構前 10代の時に買ったんですけど、一回も着てなくて、なんか着なきゃって思って今日着てみた。そう、どうしよう、10代の時に買ったんですよ。そう、寝かせてました、ずっと。どうしようかな、アイシャドウ。これ使ってみよう。ロム&パジャマじゃないて。うん、前日のシーンのライブ中で、そう、レッスン着に貼っててさ、なんかここにあった、うん、左右違う？何が？塗り方？うん。色味可愛いです。だって。ね、これこのアイシャドウいいですよね。マット。やっぱマット系のねアイシャドウはいいわ。うん、良き。押し集めてくるやつ、いってらっしゃい。うん、やばい、お話し会なのにめっちゃ雨つけてしまった。うん、めっちゃラメラメになっちゃった。ライブじゃないのに。なんか普通に生きててラメはね、なんかちょっとこんなキラキラだと変かなって。まあいっか、夏だし。お話し会何時から？多分11時20分かな、多分11時20分な気がします。15分でした。11時15分。お話し会でつけてる行為、何が？メイク上手だって。本当？ウレピーは？
しょ。まつげいい感じ、ありがとう。いやいやいや、今日朝ごはんはオクラとみょうがのポン酢のかけたやつと卵焼きでした。熊タワー来た、嘘。あ、なおなお、なおなおさん、熊タワーありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。なおなお、ありがとう熊タワー。イエーイ、ありがとう。 1.5 周しかできなかった、ごめんなさい。だって仕事に戻ります。え、ありがとう。仕事中なのに頑張ってくれてありがとう。よっしゃ、オクラとみょうがのポン酢絶対うまい。だって美味しい、めっちゃ。マスカラがついちゃった。まあこんな感じですね、メイク。あとは口に塗るぐらい。本番前に、本番でお話し会前に。あ、終われた。っていうね、感じです。はい、終わったメイク。早いね。だって、早い、マジで。えいちゃん化粧は終わったの？YouTube とかで見て研究したの？まあ YouTube とかでも見ます、結構。YouTube とかでも結構メイクとか見ます。髪結構赤いですね。だって多分こうやって鏡で見たらね、めっちゃ暗いんだけど、光だね、全然違う。そう、お代理今24歳でしたっけ。だって25歳ですね。あなたは何歳？
34歳。おお。僕は30歳。ご想像にお任せします。どうしよう、前髪。もうすぐセブンティーン、すごいな。このアイロンね、めっちゃいいんですよ。この色めっちゃ扱いやすい。うん。どこのだって。小泉さん。小泉さんのアイロンでございます。うん、めっちゃ私の髪と相性いい。うん、いいね。だって、本当ですか。めっちゃ嫌なんですけど、自分はこの長さ。うん、外跳ねしたいな。でもめっちゃ綺麗に家に入れた。伸ばしたいです、髪の毛。伸ばしたいです。髪の毛伸びますように。じゃあ切って、なんか髪の毛って長さじゃなくて形なんですよ、私的には。そうだから、このまま伸ばしたい。そう、形だから。そう、って感じやね。完璧でした。って、完成ですか。まあ、やや完成。あと口に塗るぐらいかな。うん、ナタリー・ポートマンみたいだって。ナタリー・ポートマン調べてみよう。ナタリー・ポートマン。え、全然似てない。こんなハリウッド女優さんみたいな。
全然似てなくてビビる。すっごいハリウッド女優さん出てきたんだけど、めっちゃビビるわ。今日はお話し会なんですか？そうです、お話し会です。ぜひ押し増し使えそうなので待ってます。うん、メイクこれでいいかな。もう付け足すとこないよね普通に。当日券売ってほしい。だってそういう制度ないんですよ。あと3分、あと3分らしい。話し会楽しみだって。楽しみ。今日自撮りたくさんお願いします。できたら送ります。ちょっとまつげが大丈夫。お代理のメール取り始めました。え、ありがとう。あ、じゃあそろそろおランキング読もうかな。ではおランキング読みたいと思います。いきます。13位ごめん先生、12位ドキドキドッキンチョリンパ、11位ムラッペ、10位ひとくまさとる、9位トシ、8位プロスペクト、7位萌え、6位シータ、5位クルリン、4位マーアットおだし、3位ミホ、2位シオン、そして1位はナオナオ。ありがとう、一日頑張ってくださってありがとうございます。また今日はお話し会で会いましょう。よし、お忘れ物ないようにね。わかった。忘れ物ないように気をつけます。では皆さん、また後でお話し会で会いましょう。ではバイバーイ。